写真拡大。ロッテ、西武、13日、都合マリン。西武の斉藤大勝投手が13日のオリックス戦、メットライフで今季初先発する。2年目の斉藤大は開幕1軍入りを果たしたが、4月末に2軍落ち。5月に再昇格を果たしたが、6月6日から再び再調整を行っていた。ここまでカード頭を任されていた今井が腰の違和感で登録抹消されており、斉藤大に白羽の矢が立った。13日の先発は1週間ほど前に告げられたといい、いきなりだったので正直不安な部分もあるが、指名されたからにはやるしかないと意気込んだ。今季2軍では14試合に登板し、そのうち先発は2試合のみ。ショートスターターとしての起用が濃厚で、先発という意識よりも、複数イニングを投げるロングリリーフの気持ちで投げたいと、首位追撃に向けた重要なマウンドを見据えていた。安藤かなみ。かなみ安藤。